日本神奈川県横浜市青葉区カ台桂台は横浜市青葉区の地名。現行行政地名は桂台1丁目及び桂台2丁目。住居表示未実施区域。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば桂台1丁目19番13の地点で22万6千円平方メートルとなっている。典型的な随所地名。 この地域が、比較的、小高い、なだらかな大地で眺望に優れ、自然にも恵まれて、四季の味わい深い土地であることと、古来、月の意味を表し美しいこと、立派なものを表現する場合の形容に使われた木、として、桂の字を取り、桂台と名付けられた。2021年7月31日現在の世帯数と人口は、以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。横浜市内には、栄区にも桂台地区が存在する。ただし、栄区の町名としては、桂大北、桂大南。 カツ台中、カツ台東、カツ台西であり、これらを総称する際にカツ台と呼ぶ。横浜市立カツ台小学校、横浜市立カツ台中学校は、その栄区くカ台地域に所在する。一方、青葉区カ台にあるのは、横浜市立カツ小学校である。なお、こちらの中学校は、近隣の住吉台にある、横浜市立奈良中学校の学区内。 東急バスの路線が通っており、町域内には、桂台、棚高校、桂台公園入り口停留所がある。また、桂台2丁目と松風台の境界上に、桂台有水地前停留所が、桂台1丁目と桜台の境界上に、青葉台小学校入り口、公園前停留所がある。以前は、横浜市営、バス百十八系統、十三系統も走っていたが、 23系統は2001年に廃止され、2007年には118系統の市営バス担当分を東急バスへ路線移乗した。青51系統は2010年2月29日をもって廃止され、新たに青51系統と青52系統が新設された。新しい青51系統は、青葉台駅桂台小風台青葉台駅、青52系統は、 青葉台駅、小風台、桂台、青葉台駅となった。また、青118系統のうち緑山巡環線は2014年8月31日に経路変更し、新たに青56系統として運行開始した。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。